こんにちは、たまおでーす。今日のジャンク品はこちらになります。グラフィックボードです。分解済みのグラフィックボードです。 ASUS のストリクス GTX960 になります。こちらのグラフィックボード、映像にノイズが入るというものになっています。まずは作動確認していきます。とりあえずファンをつけて作動確認いきます。電源オン、回りました。どうでしょう。ということで、このようにBIOS 画面でもノイズが入っているんですよね。この現象はメモリ系統の不具合だと思うんですけれども、一回メモリテストをかけていきます。メモリテストいきます。メモリチェックが終わりました。どこのメモリが悪かったのか表示してみます。FBIOB の1にエラーが発生しています。通常であればメモリーチップの交換で修理できるはずなんですけれども、今回直りませんでした。原因はおそらくこちらの GPU のハンダクラックだと思うんですよね。メモリーチェックでエラーが出たとしても、メモリーが悪いのか GPU が悪いのか正直判断が難しいところがあったんですけれども、今回玉尾がですね、メモリーチップが悪いのか GPU が悪いのか切り分ける方法を見つけたので、ご紹介したいなというふうに思います。指で強く押さえます。オン、押さえます。ノイズが消えてるんですよ。向こうの画面なんですけど、ちょっと見にくいかもしれませんが、ノイズが消えたんです。それでは指を離します。指を離すとノイズが入るようになりました。 GPU のハンダクラックが原因でノイズが出ていると判断しますので、こちらのディフロー修理をしてみたいと思います。ホットプレートを使っていきます。金属のスペーサーをつけていきます。アリエクスプレスからまだプレヒートプレートが届かないんですよね。今回すごい遅くてしばらく来なさそうです。なのでホットプレートでまだ頑張っていきたいと思います。アルミテープを貼っていきます。熱伝追もセットしました。こんな感じです。それではホットプレートで温めていきます。ジュイーン、フラックス塗っていきます。温めていきます。プルプルしたので冷ましていきます。準備ができました。作動確認したいと思います。電源オン、回りました。どうでしょう。ノイズが消えています。このままメモリチェックかけたいと思います。メモリチェックかけていきます。メモリテストパスしました。一応レポート見てみます。
このようにメモリーエラーも出ていません。Windows 起動していきたいと思います。デバイスマネージャー GTX960 ドライバーも認識されています。それではベンチマーク回していきます。今回、ノイズの出るグラフィックボードの修理でしたが、メモリーテストをかけて、メモリーのエラーが出てました。ですが、メモリーチップを交換しても直りませんでした。GPU を強く押さえた状態で電源を入れて、ノイズが出なくなれば、GPU のハンダクラックが原因であることがわかりました。焼かなきゃ直らないグラボもあります。あとですね、タマオは NVIDIA のモッズ4種類ほど使い分けています。GTX の900番台、1000番台、あと2000番台だったり3000番台。それごとに、型番ごとに種類を使い分ける必要があります。ですが、最近はこちらの中に SSD が入っているんですけれども、こちら1台で全部最近はメモリテストかけています。NVIDIA のグラフィックボード、3000番台まで全て対応してます。あとは AMD のラデオンにも対応しているので、ほぼ全てのグラフィックボードに対応しているメモリテストになります。中国の方が作られたものみたいです。最近はこちらを使っています。あとは USB のファンになります。グラフィックボードを加熱した後、すぐ冷ますことができるので、最近はこれを使っています。電源はUSB Type-C なので便利です。動画の概要欄にリンクを貼っておくので気になった方はチェックしてみてください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。良かったなと思った方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。